皆さんこんこにちはカイカイです、えー、今回は、えー、あるリークについて話していこうと思います。これまた Xbox 関連というか、ヘ a ロー関連なんですが、ヘロイロ o i n f i n i が Xbox One バージョンを捨てる可能性があるっていう話が出てきておりました。で元々は、それについて語る予定だったんですよ、この動画では。もし、えー、実際このリークが本当ならば、えー、どういうふうなことが見込めるのかとかね、そういう部分を話していこうと思って、 んですけども、えー、この記事の後ろの方に後ろの方ってすぐそこですね、えー、アップデートって書いてあって、えー、ヘイロインフィニットの開発者曰く、えー、そういうことは全くなくて、えー、このリークは全て嘘のものであるっていうふうに言っておりますではじゃあそれが否定されてしまった今この動画では何を話すのかっていう話ですが、えー、まあ全く同じことを話します 私が思う、ヘローインフィニットが Xbox One を捨てるべきだと思う理由っていう風な感じで話していこうと思います。ぜひお付き合いください。それじゃあ、まず一つ目の理由。まあ単純にゲームのクオリティです。えー、トレーラーの方とか見た感じ、まあわかると思いますが、ゲームのクオリティは非常に良くなかった。というか、ポップインとかそういうものを考慮すると、全く完璧に足を引っ張られていたのは間違いないと、もうこの時点で言えると思います。一応、 他のリーク的なものではありますけども、開発が結構地獄で、えー、そもそも x b o x One 向けに制作していたものを、XBOX シリーズ X 向けにパフォーマンスを拡張しただけという風な感じの認識ですので、まあ、それでパフォーマンスが出ないっていうか、出るはずがない、出なくて当然とすら言えるとは思うんですけども、もうここらで一旦 x b o x One バージョンは捨てて、シリーズ X 向けにだけ制作すればいいんじゃないかと、えー、そうした方が過去、 に縛られることもありませんし、IoPop インにはある程度の SSD が搭載されていますので、それにも対策できますし、アセットのクオリティとかも上げられるはずだと思います。で、ちょっと気になったことが、気になったことっていいいコメントだと思ったんですけども、えー、っと、どこだっけな、これですね、えー、このコメントに書いてあったのが、えー、Xbox がもう最初の方からこんなん絶対失敗するっていうのが分からなかったのがおかしい。この ゲームはシリーズ X オンリーのタイトルにした上でまあサードパーティーにポート Xbox One X へのポートを頼むかもしくは X クラウドによって提供するまあ要はクラウドサービスとして提供した方がずっと良かったんじゃないかと思うっていうふうにこの方が言っていたんですよねまあ本当に的をいているなと思ってそもそもそういうハードウェア広報互換っていうのは Xbox の強みの一つでは確かにあるんですけども実際 X クラウドを通して提供できるんであればそれでいいかなとかもしかしたら もしかしたらっていうか、一応自分で考えてみた感じ、例えば、その X クラウドっていうのは当然有料サービスですので、ですよね。有料サービスですので、えー、その辺を無料で提供することになってしまうのは良くないんですよね。やっぱり、そのヘローインフィニットのためだけに人に対して加入しろっていうわけにはいきませんし、それのためだけに加入する人っていうのはほとんどいないと思うんで、やり方としては、おそらく、こう、うん、 Xbox シリーズ X バージョンを買った人には、X クラウド上での Xbox One バージョンへのライセンスを提供して、で、X クラウドを起動して、Hero Infinite だけ遊べるけども、他の X クラウドゲームは遊べないみたいなシステムにすればよかったんじゃないかなというふうに、個人的には思っております。やっぱりもう、あのトレーラーがかわいそうというか。で、結局、本当にね、 XBOX の広報互換をサポートしていた人が滑稽なんですよねこの話が出てきてしまったと一応この動画である程度この過去のあれに縛られないように Xbox One を捨てるべきだっていう風な、えー、ことに関する理由をねいくつか解説したいとは思っておりますが結局もしそれが本当にそうなったとしても今まで Xbox は広報互換だからこそいいであるとか Xbox が過去に縛られることはないって言ってた人が本当に滑稽で しかも、こう、この広報互換をサポートしていた人、別に広報互換をサポートするのは本当にいいことだと思うんですよ。広報互換ないよりかあった方がいいですし、ただし、そこで過去に縛られることはないって主張しておいて、で、Xbox の言ってることを信用して、きた人たちが、まあ、これが例えば広報互換を捨てたとなると、 そういう人たちに対して Xbox からいや、君たちは今まで信用してくれてたけど、えー、実際違ったんだよ、みたいなね、そういう発言になってしまうんですね。非常に滑稽だなという風に感じる。が、まあ実際そうではありませんからね。いやー、でもこっから先落とす可能性あるんじゃないかな。そしてもう一つの理由が、えー、開発期間の縮小。これはまあある程度最初の理由とは結びついてはいるんですけども、結局、 二つのプラットフォームに向けて最適化するっていうのはまあ無駄に時間がかかってしまうんですね。片方を捨てて片方に特化した方が、単純に最初の理由と同じように画質の向上とかそういうものが見込めるわけではありますけども、開発期間も縮小できると。で、あ、2021年だったか、リリース。まあ、にしても延期はしすぎじゃ。 Xbox One バージョンを捨てれば、その延期もね、ある程度解消できると思うんですよ。まあ、2020年内には出せなくても、えー、2021年の前半とかに、まあ、パパッと出せるようになるかもしれないというふうには思うんですね。ある程度。やっぱりこのままだと、ゲームの方が可哀想なんで、別に自分がヘイローファンであるとかそういうものではないんですけども、あの、ヘローっていう、こう、多くの人から好かれているフランチャイズが、このままね、落ちぶれていくのもね、非常に不憫というか、 あのやっぱヘローっていうフランチャイズの方がかわいそうゲームの方がかわいそう別に開発者はどうでもいいけどゲームの方が非常にかわいそうだと思ってしまうんでえその辺はなんとかうまくやってほしいものですでそこをうまくやる第一手段っていうのがあの過去機過去機でいいのかなを捨てることだと私は思いますであとフィル・スペンサーさんですよね結局この辺まで期待を高めてそれを裏切らせたっていうのはフィル・スペンサーさんのせいですしなんかなんていうのかな Xbox One 世代、1X ぐらいかな。まあ、そんくらいの世代でフィルスペンサーが入ってきたときは、非常に救世主のように取り扱いされていたそうです。結局、Xbox 360で大成功した後の Xbox っていうのが、Xbox さえー、Xbox One において、まあ、あの、ムーブのやつ、ムーブじゃない、なんか、 あのトラッキング用のやつ、あれを勝手に入れてきたりとか、非常にまあコンシューマーにとってフレンドリーではないことをして、それによってかなり悪評が集まって嫌われてしまったっていう経緯があって、そこからフィル・スペンサーさんが入ってきて、ある程度立て直しを図ったと。で、そのこで、まあ、最低限の成功を収めたんで、えー、この方によって Xbox は救われたみたいなね、そういうことを言われたりしますが、それと同時にもしかしたらその成功っていうのがある程度、まあ洞吹きじゃないんですけども、こう、 口がでかいことによって達成できたんじゃないかと口がでかいからこそいろいろ人々が楽しみになるようなことを言ってそれによって期待値が高まってその期待値が到達できるとそれでいいんですよただここ最近ではもう x b o x シリーズ X フィル・スペンサーさんがもしかしたら x b o x シリーズ X にできることを把握してないんじゃないかなとかこう漠然とした期待のもとに x b o x シリーズ X の期待値を高めていくんだけどもそこから先の まあ何の根拠もない、そういう期待を高めていくだけで、実際、まあ、根拠がないわけですから、何かが出てきた時には、いや何もないじゃないかって言われてしまうんですよね。もしかしたらそういう状況なんじゃないかなと。フィル・スペンサーさんはもうちょいね、えー、口を慎むっていう言い方は非常によくないですけども、あの口を一旦閉じて、ちょっともうちょいね、あのリーズナブルな発言をしていただかないと、本当に Xbox のファンベースが可哀想になってますんで、 頑張ってほしいものです。えー、一応取りための分なんで、この辺でまとめようと思います。ちょっと、なるべく早くたくさん作らないといけないんで。というわけで、今回はここまでです。楽しんでいただけたらためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。他の動画や他のチャンネルなど、チャンネルの動画、違う、動画説明だ。動画説明にいっぱいありますんで、気になる方はご確認ください。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。